こんばんは、スーパーハイレグ女子のあまついちゃんです。はい、このチャンネルでは私の好きな作品を紹介するだけのチャンネルです。エビデンスもロジックもありません。ということで今日紹介する作品はすごい懐かしい作品なんですけど、お兄ちゃんのことなんか全然好きじゃないんだからねっていう作品です。この作品はですね、漫画が12巻出ていまして、アニメが2011年ですねの1月から3月までで、ね、12話放送されていました。すごい古いアニメで、ギャグ漫画ですね。ギャグアニメで、下ネタギャグアニメです。はい。ね、すごい、話の内容っていうほどの話の内容もないんですけど、ただただ、なおちゃんっていう主人公がいて、お兄ちゃんのことが大好きなんですけど、で、なんかお兄ちゃんすごいスケベなんですよ。スケベで。なんか、スケベ火星方形って言われてる。で、すごいスケベなんで、お兄ちゃんがいて、で、なおちゃん、いろはちゃんっていう幼馴染の金髪イーテールの女の子と、まいかさんっていう同級生の3人から、ただただモテる、下ネタギャグ、下ネタギャグアニメです。はい。で、すごく面白いので、最後もみんな幸せ、みんなハッピーみたいな、ギャグアニメだからこそ、なんかそのね、何も考えずに見れる作品でおすすめです。なんでこれ、私がね、下ネタギャグアニメが好きっていうのはあるんですけど、この作品知ったきっかけが、もうすごい不謹慎で申し訳ないんですけど、2011年の3月11日に東日本大震災っていう、すごいね、悲しい、事件が、実行、津波とかがありまして、で、事故でもないね、自然現象ですかね、があって、すごい津波とかに対してもうみんなが敏感になっている時期に、なんとですね、この作品ね、海に行く描写でみんなが流されるっていう描写をやって、津波の映像出てる上に津波警報みたいなのが出てるっていうので、なんかすごい不謹慎だろみたいになっていたことがあって、それで私も知ったんですけれども、それ全然笑えなくてすいません。はい、なんですけど、それで知って、でも内容がすっごい、くだらなくて面白いので、はい、ぜひ見てみてください。これちょっとただの私の結構好みなんですけどちょっと面白くないっていう人は面白くないかもしれないですけど、個人的にはもうすっごいくだらないのが好きなので面白いです。はい、以上です。この配信最後まで見てくださってありがとうございました。それではまた明日。